ユニカイ道場にユニカイてもらいましょう。イエーイ。世界のお前小林を待たせるって電話でもな。帰っちゃうよ俺。怖い顔して。ほんま。まあ、ある縁からね、なんか出てくださいっていうか、俺らが出してくださいって全然出れますよ、はい、ミッチーさんめっちゃ緊張してるらしい。緊張する。俺ぐらいのクラスになると無理しいって何回もすな何世界のお前小林を待たせるって電話でもな。6時に一緒にパーッちゃうよ。行ったら帰っちゃうの。はい。はい。Excuse me。バチじゃない。でも7階にエレベーターと思ったよ。バチじゃない。あ。あ、お待ちです。すいません。あ、来ました。あ、お待ちです。お願いします。急な、ちょっと待って。いやいやいや、ありがとう。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いいですか。どうも失礼します。飲んでください。ここで一回、はい、いや一緒に乗りたい、一緒に乗りたい。あれがアイドルスパイキーシャドウ。うーん、いや、あれ、あ、大丈夫です。いや36点あぶす。あ、僕入ってもいいですか。お願いします。36.0パワハラで訴えれるんで。出ちゃっていいですか。大丈夫ですか。スパイキーシャドウの白瀬リブです。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。後で聞かせていただきます。宮城つくしです。よろしくお願いします。テンション高い。いつもこんな感じです。今回なんか本当急で申し訳ないです。いやいや、全然、ありがとうございます。僕は無理やり、ありがとうございます。ありがとうございます。ケタです。よろしくお願いします。です。お願いします。ありがとうございます。あ、全然ですよ。僕、オープン全部出してるんで、パンツとかにも。いや、大体かかりますよ、多分。マジかついて、ミッチーで、ミッチーで。今日じゃあ、コーラ何喋りますか。あ、僕何も全然聞いてないんですけど、何でも全然大丈夫です。何も僕も決めてないです。どんな感じなんですか。あっちも今日の夕方だったんで、頼むはい、いつも大体適当に丸投げしてます。丸投げっていうか、まあ本当普通にフリートークして、なんか告知したいこととか、はい、なんか、言っておきたいこと、はい、あったら、まあそれを踏まえて、はい、まあ芸人もちょっとしたら来ると思うんで、はい、まあ、みんなでもちろん ここで喋るってことですか。僕ら喋るとか、どこで喋るんですか。ここです。あ、この8時から8時20分ってことです。例えば何か告知したいことって何か特にないんですけど、まあ、YouTube やってるってことだけ、なんか「二階道場」っていう YouTube やってるんで、はいはいはい、それを突っ込んでくれるとありがたいかなと思うんですけど、なんかあれですか、どんな内容を話すんですか。適当ですよ。適当なんでいいですけど、僕らの YouTube の適当なんでいいですけど、どうしよう。いつもなんかそんな内容決めてないんで、これいつも渡してるんですけど、はい、大体間抜けて、はい、何も書いてないんで、あ、ただ時間割ですから、あ、はい、いつもこんなんでやってるんで、まあ、生放送なんで、よっぽどの、なんか変なこと言っても流れちゃうんで、はい、気にしないですよ。それよく気になるんですよ。それ俺大体 YouTube 大体カット入るやつ買いますからね。なんていうか生放送なんでカット入る。そういうことですよね。やばいな。僕らはなんか質問形式の中、もうこっちもどんどん来いよみたいな感じ。どっちもどんどん来てほしいです。へえー、なんかなんかいけるかじゃーみたいな。全然その場合は高いな。ヒドさんにもちょっと見ます。ヒドさんと母は、ヒドさんと失礼します。
生ぶりやん。心臓が脈ですか。ちょっとね、あのうちバイトにやってる要下の、はい、なかなかちょっと東京忙しくて全然来れないんですけど、毎時間帯が9時から10時だったんですよ昔、はい、で今時間早くしちゃったんで、なかなかちょっと向こうの仕事で気が減っちゃってて。そういうことですか。カラーの大丈夫ですか。はい、大丈夫です。これはあれです。いや、そんなことないです。去年のクリスマスのちょっとソロのミニ。ちょっと見せてほしい。紹介してください。名古屋の商社多いんで。あ、これ自分で歌出したの。そうです。初のソロミニアルバム。これ誰ですか。これ私です。知りすぎて。決めすぎてでちょっと。マスクみたいな。ああ、なるほど。これは私なんです。あ、これは私ですか。え、こんなにやってんだ、ちゃんと。あ、そうですね。ちょっとあの自分の場合は日本語立てる時なんで。苦しいじゃないですか。そうですね。苦しいじゃないですか。疑う時は。またなんか一緒にこのコラボしましょうか。あ、はい。ぜひ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの大抵の中のゆっくり耐えれる。あ、マジか。YouTube でください。マイクにアロアルファつけて持たせたりとか。あ、マジですか。で、あのさっき言ったあのめくれましたよ。どうでしょう、今の心境ですか。心境というか、あと一体意気込みで。この時の気持ちはぜひ出てください。あ、はい、もちろんです。 LINE 交換とかいいですか。だからそんな静か、緊張してるんですか。ん、緊張してるんですか。めっちゃさっきからずっと無言ですよ。あのミッチーさんが無言って大丈夫ですか。大丈夫。脈今どんな感じですか。脈どんな感じですか。わあ、分かった分かった。皆さんよろしいでしょうか。お願いします。お願いします。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。お願いします、はい。今日で放送が22回目になります。で、あとね、30分ぐらいで7時半からの放送になります。まあ、適当に。はい、その曲の間に、シラズさんが抜けて、小林社長とミッチーさんが、はい、スタジオに入ってもらいます。で、基本的に YouTube の話を、お兄さんは、はい、4月1日からもちょっと YouTube の話をちょっと広げて、かしこまりました。ちょっとアメリカ道場さんでやってる YouTube の話とか。はい、あとはまあその辺の話でいろいろと広げていきましょう。はい、フリートークなんですね。あの間でもなんかぶっこんでくれても全然いいのか。もうガツガツ言っていいですか。あ、全然大丈夫。キャラがあんまりいいキャラじゃないんで、汚い感じ出していきたいなと思いまして。あまりにも汚かったな。落とします。そのままそのメンバーでエンディングまで入りましょう。今日の感想とかお話しさせていただいて、はい、まあ簡単に本当思ったこと言ってもらえれば、つまらなかったつまらなかったって言ってもらえれば。あとはちょっと25分ぐらいなので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。全然今もうすぐしかピカチュウってされたの。ちょっと似てね。いや、気持ち悪いですよ。口でかすぎじゃん。口でけえじゃん。唇熱いじゃん。唇が熱い。そういう感じなのかな。いや、結構初対面の人にそんな独白ようなことは。じゃあ、あんまりさ、キャラ的に言えない。結構女性の方とかも多いので、そういう時は裏で言うくらい。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 プロなんだから、表で言うくらちゃんとここにいて自己紹介ちゃんと。あ、ちゃんと申し訳ありました。ジュラレットチェリーのマサです。オリゾンです。よろしくお願いします。韓国からわざわざ来てるんだ。はい、そうなんですよ。え、なんか後ろから触れんの。ちょっと待ってください。嫌だな、味方しないで。池田さんは味方でいてくださいよ。だって芸人だもん。池田さんは味方でいてください。ちょっと拝見しました。あ、見ました。怖い。ちょっと俺らの知り合いで職人やってるやつみんな声もちょっとね、そうね。これを首にした動画が急上昇。いやいや、ずっと。あ、もうすぐ時間かかる。そうですね、もうちょっと、あと4分ぐらいですね。カラミールだったら、何喋ってるかは。あ、聞けるんですか。
YouTube で、ミッドエフェルで。もうすぐですね。普段のあのミッチーさんが。あと6個。ガチガチ。いや、その上。ガチガチじゃん。お腹大丈夫ですか？お腹大丈夫ですか？モニサワさんがさ、めっちゃおもろいね。独特な感じでさ、独特な感じにマスターさんが乗るからさ、おもろいね。いいコンビだ。いいコンビだった。いきますよ。来た来た。これミオも中入っていいって言ったよね。大丈夫ですよね。ありがとうございます。ちょっと緊張します。あ、失礼します。世界のお前小林を待たせるというのではな、6時に瞬間池田克文と塗り替え道場に塗り替えてもらいましょう。イエーイ、めちゃめちゃうるさい。このコーナーはゲストの塗り替え道場の小林社長とミッチーさんをお迎えしてます。審査会スタジオから池田勝美とシガレットチェリーと宮城つくしがお送りしました。それでは次回2022年2月7日月曜日の夜7時半からお会いしましょう。せーの、イケメンなのでしゃべりましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうにしてもめっちゃ汗かいたし、光が出れるわ、まためちゃくちゃ出れるわ。ありがとうございます。ありがとうございます。全然俺並べなかったわ。もっといけると思ったから、ガンガンいけると思ったから。緊張すんだ。拾ってくれたりとか。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでした？どうでした？じゃあちょっとみんなで撮りましょう。はい、行きます。じゃあ3、2、1、続いていきます。3、2、1、行きます。どうだろう、めっちゃ緊張したけど、ラジオ結構面白くないです。まあ今楽しめてる。最初そうだったよね。最初はそちらでも喋れなかった。5まで入ってていいのか。あんまり声が被ってもいけないのかな、なんかいろんなこと考えるから。声が被ってちょっと気にしますね。そうそうそうね。どのタイミングなのか。だけど無音もね、良くないから誰かしら喋ってるので。難しい。だけど、まあ、入っちゃいいんですよね。どうにかなります。頑張りましょう。結構頑張ってたよね。結構頑張ってたよ。皆様がいたから頑張れた。やっぱり冷静な気持ちがありますね。今日最初のありますか？こちら拝見されますか？ありがとうございます。どうぞどうぞ。マサです。よくないよ。ミッチーさん、ミッチーさん、すぐマクパクられてますよ、ギャグ。どうぞどうぞ。よくないよ。マサです。よくないよ。パクられてますよ、ミッチーさん。どうぞどうぞ。どうぞ。シガレットチェリーの鬼沢です。マサです。お願いします。何ですか？活動っていうのは何やってるかな？基本はライブと、あとはそういうオーディションとかを受けてる感じですね。吉本とかに入ってるとかじゃなくて、もうフリーで、自分たちも自力で、そうです。名前を受けてる。はい。自分はいろんなところでオーディションを受けてる最中でね、今。いろんなところで。でもすごい知らなかったラジオに出してしまって。いや、本当にご縁の、ご縁です。池田さんのおめでとう。まさかこれ。池田さん可愛がってる。池田さんに可愛がられてる。なんか池田さんと。なんか池田さんのネタことか、なんか池田さんのネタことか、これガチだもんね。これガチだから、これガチだから使わないと。体験してみたいよね、ちょっとその
差し歯とかさ、あ、これはいけ絶対しんどいから、いや、そうだねそういう人たちがいて、そういう人たちがいて家が建ってんだよ。大変じゃん、絶対に。俺大変なことしたくないから芸人やってんだよ。大変なことしたくないんだよ。芸人に向いてるよ、お前は。お前やってる、お前やってる、一人で一人で俺東京でバイト行くから見に来いよ、お前さすがに見に来いよ。声を締めときますんで、大丈夫です。ぜひ出させてください。企画で応援よろしく。お願いします。すごい。それちょっとコメントもらっていいですか。あ、ぜひぜひ。はい、ちょっとじゃあ緊張します。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。お腹大丈夫ですか？お腹。お腹もう持ってよ。お腹ちびりそうなぐらいの勢いで。あ、緊張しなって。あ、本当ですか？はい。それでは、はい、今日は、はい、このアクリルラジオに来て、はい、なんかちょっとアピール動画みたいなしてるけど、アピール動画ね。初めての時みたいな感じで。初めての時代。まあ、結構でもラジオね、こうやって呼び寄せていただいて、YouTube こうやって。結構来てくれたな。コメント欄も来てくれた。コメントも結構人とってた。いつもゼロでいました。じゃあ皆さん、はい、チャンネル登録いいねよろしくお願いします。また見てね。